れからどうすっぺ。この赤、青、黄色のコードが怪しいんだよな。大丈夫。向こうには何もなかったわ。ん？何やってんの、サンゴ？爆弾セットされちゃった。ええー、もう、何やってんのよ。とりあえずそのコード、どれか抜いちゃえば？ダメだって。多分、このコードが怪しいと思うんだけども、間違うと、ドカーンと爆発しちゃうかもしんねえべ。ここは慎重に。大丈夫。向こうにも爆弾はなかった。ってやつら、嘘をついたのでは。ん？サンゴ、どうしたのでござるか？すまん！爆弾セットされきったべよ。ああ、何やってんの。とりあえずそのコード抜いちゃえ。だから、危ねえって言っとるべな、このデコスケ。じゃあ、どうしたらいいの？研究所に持っていく時間はないわ。赤、青、黄色、ここは覚悟を決め、いずれかのコードを抜くしかない。シャンベ大佐は赤い服を着ていた。そうだ、赤のコードだ。一号、これでいいのね。ああ、信じてくれ。赤は俺のラッキーカラーだ。行くぞ。3、2、1、それ。モード変更をお知らせします。爆破10秒前です。うわー。8、7、6、5、4、3、2、爆弾が解除されました。使用中はコンセントを抜かないでください。それ以外のトラブルはお客様コールセンターへご連絡ください。これがカヌマンの力だ。コールセンター、コールセンター。おのれカヌマン、一体何をした。シャンメ大佐、爆弾は解除したぞ。コンセント付きの爆弾なんて聞いたことないわ。常に冷静な判断が戦士の心得でござる。そう、テレンコどもへ、でけず出てこい。よし、やってしまえ。全く使えないやつだめ。お前はなんで倒れたんだよ。こうなっては少々危険だが仕方があるまい。カヌマの諸山から連れてきたあいつを使うぜ。いでよ、怪人ガンガラ。ははははは、強そうだろう。あ、え、すごいパワーだ。どうしたらいいの。こいつはな、おいガンガラ、相手を間違えるな。お前の相手はカヌマンだ。ダメだ、制御が効かない。おいカヌマン、助けて。仕方がない、助けてやろう。行くぞみんな。なんて頑強なんだ。私たちの攻撃が一切通用しないなんて。一体どうすれば。4号、5号、ここは俺たちが引き止める。4号は研究所に来て対応策を練ってくれ。ガンガラの弱点を見つけるんだ。分かったわ。列車は何をすれば。決まってっぺな、カヌマンバズーカ。よい、任された。みんな五分を。
紹介しちゃいます。私の友達がんこちゃんです。危なかったわね。ありがとう4号。いや助かったね。あれがガンガラーの弱点。ええ、疎開になっている人間が萌え萌えのフィギュアオタクだったみたい。欲望は捨てにくいってことかね。バズーカ参上。よし、カンナンバズーカだ。照準セット完了。行くぞ。カンナンバズーカ発射。よし、作戦成功。おのれカヌマン、よくもガンガラーを。あれ、さっき助けてくれって言ってなかった？あれ、あ、お前たち行っちゃうの？おお、そうか、やる気ならこっちもやってやろうじゃないか。今日は俺の本気を見せてやる。今日の私は3倍速いぜ。逃げるのかね。やれやれ、危ないところだったな。あいや、拙者のパワーが足りなかった。また山へ行って修行でござる。いや、午後、ガンガラは桁が違うって。でも、みんな頑張ったから勝てた。そうよ、でも3号、一人で何とかしようなんてかっこつけすぎ。おお、かっこいいで。それで危ない目に遭ってちゃ手はないよな。まあまあ、今回勝てたのはやはりみんなの応援の力でござるよ。そうだね、会場のみんなありがとう。これからも応援よろしくね。じゃあまたどこかで会うべ。うん、また会おう。それじゃ最後に勝利のポーズ、絢爛郷土カルマン。はい、ありがとうございました。以上、カルマンショーでは。